3、2、1、点灯。先月30日、大野市の南六路市地区で新しい屋外照明の点灯式が行われました。およそ300ある街灯が新しくなったのです。街灯はすべて温かみのある電球色、光の方向は下向きだけで、空が格段に暗くなったのが分かります。点灯を変えた理由、それは星空を守るためです。大野市は環境省の全国星空継続観察で2004年と2005年日本一美しい星空に選ばれたほか、今年8月に星空の世界遺産と呼ばれる国際 NPO 国際ダークスカイ協会の星空保護区認定を目指していて、屋外照明が基準を満たしているかも認定に必要だということです。皆さんは光害という公害を知っていますか？今、地球に悪い影響を及ぼす環境問題として注目されています。光害は過剰な人工の光などによる光害です。星空への影響のほか、エネルギーの無駄遣い、生態系への悪影響、人への健康被害の恐れもあるということです。今はですね、その南六路地区の、市が管理している、区が管理している照明については光害に対応した照明に変えてはいるんですけども、ご家庭でもそういった照明に変えたり、もしくはセンサーライトですね、ずっと照らしているんじゃなくて人が通った時だけその光ると、そういったのも十分光害の対策になりますので、その一人一人ができるような感じで協力していただければ。大野市民も星空を守る活動をしています。夜9時に家のカーテンを閉めて外に光が漏れないようにするライトダウンキャンペーンは過去に2回実施されました。オリオン座のベテルギウスと大犬座のシリウス、子犬座のプロキオンの、これで冬の大三角です。大野市役所の駐車場を会場に開かれたのは星空鑑賞会。月に一度、市内の愛好家が一般の人を招いて星空の魅力を発信しています。大野市なのでそんなに光も少ないし、こんなに街中で見れるもんなんだなっていうのを知れてよかったなと思います。とっても楽しかったです。遮るものが少ないから広い空で見ることができるのは素晴らしいなと思います。星空を守ろうと取り組む大野市の担当者に明日へつなぎたいものを聞きました。これから未来の子どもたちへもこういった日本一の星空が見れるような環境づくりを、我々としてはしていきたいということと、プラスぜひ日本一の星空を眺めながら、光害のこともそうですけども、こんな星空が当たり前に見れるんじゃないんだよということもちょっと認識しながら楽しんでもらえればかなというふうに思います。